ブライナーズの小林です。このビデオでは、最近私が非常に愛用しているですね、WP アドスリンガーというプラグインの お話をしたいと思います。今見ていただいているのがですね、はい、B シェルターのブログです。はい、そのブログのですね、ウィジェットに、ブログのウィジェット、そしてメンバーエリアの左側のウィジェットのところにですね、表示してるんですけれども、はい、この今2つ表示しています。はい、ちょっと見ててください。自動的に、ローテーションします。こんな具合ですね。はい、この画像もですね、文言も全部自分で好きなように、入力することができると。そして、クリックした時のリンク先、こちらもですね、自由に設定することができます。見ていただいて、Facebook をやってらっしゃる方だったら気がついたと思うんですけれども、 Facebook 広告に、似ています。はい、こんな具合でですね、例えば、B シェルターのプロモーション商品をですね、全商品登録しておいて、一時に表示する広告数を、2つか3つぐらいにしておいて、自動的に、ローテーションと、現在私8秒で、自動的にローテーションするようにしているんですけれども、はい、非常にですね、効果的と、ギラギラしたそのなんていうんですかね、バナー広告とは違って、非常に自然な形の情報提供型の広告になると。それはそのはずですよね。 Facebook で採用しているスタイルですから。はい、で具体的にですね、ちょっと中を見てみたいんですけれども、はい、こちらがですね、ダッシュボード、ログインしてダッシュボードに入ってですね、左側こちら見ていただくと WP アドスリンガーと、はい、ここのですね、上の部分で、広告を作成すると。そして作ったら自動的にこちらに登録されていきます。はい、ちょっとですね、こちらを編集っていうことで、後から編集することもできますし、こちらから削除することもできますけれども、ちょっと見ていただきたいんですけども、エディット、はい、こんな具合ですね。私が実際に作ったんですけれども、広告の名前、ちょっと見ていただきたいんですけれども、簡単に入れて入力すれば、入力することができますので、まずはその広告の名前、MK ラボとで、アドタイトルコピーということで、最初のその広告のコピーですね、この場合ブレイナーズの舞台裏を目撃してクローン化すると。はい、そしてですね、誘導したいところの URL を一応表示するもんですから、そちらのリンクをこの中に入れると。そして広告ですね、はい、黒い文字のところなんですけれども、広告の概要をここに入れていただくと。はい、そして、こちらのボタンをクリックしてですね、どの画像を使いたいよと。現在ですね、私こちらの女性の写真を使っています。はい、もうリアルタイムでこちらを編集すれば、こちら右側が変更されていくと。そして、ランディングページの URL と。で、アクティブにするよってことでクリックしますね。これにクリックし、アクティブにクリックしないと、表示されません。そして、セーブです。たったこれだけなんですね。はい。これでもう、すべてが完了すると。はい。でですね、具体的にじゃあどのように表示を、ウィジェットで表示させるのかといったとお話をしたいと思うんですけれども、まず外見、ウィジェットに行きます。はい、現在ですね、WP アドスリンガーってあります。これはですね、左側に、プラグインをインストールすると、表示されますので、ただドラッグアンドロップでこちらへ持ってくると。そして、見ていただくとですね、広告の数と、一度に表示する広告の数と、そして、広告をスクロールするよと、Yes or No ですね、チェックが入れば Yes になります。そして、スクロールする時間はということで、私の場合8秒と。はい。で、スクロールタイプがトップ、ボトム、上にどんどん追加されていく、もしくは、下に、新しいものが行くと。はい、トップとボトム、どちらでも大きな差はないと思うんですけども。そして保存ボタンを押して閉じると。もうこれだけでですね、もう簡単に設置ができるというものです。はい、もう一回見てみましょう。
はい、このようにですね、Facebook ライクのですね、広告を設置すると。で、今回ですね、特別にボーナスを用意しております。それはですね、はい、広告に使う画像ですね、これのですね、コレクションをボーナス提供しようと思っております。現在見ていただいているのは、ちょっと赤字のイラストなんですけれども、はい、このようにですね、もう膨大な量を用意してます。はい、こんな具合ですね。もうこれだけあればですね、いろんな広告が作れる、目を引く広告を作ることができると。はい。はい、このようにですね、今ならですね、もう画像のコレクション、もう専用のサイズになっておりますので、ジャストフィットであなたの広告の表情を魅力的なものにすると思います。はい、ありがとうございました。